次はネバーシーめっちゃ強かった。ネバーシーは好き。ま、流行ってる五目並べする？うわ、いいっすよ。五目並べ私も弱いの。いや、五目並べの勝率私低いんだよ。五目並べほぼやったことなくて。やり方はわかる？5個を並べる。そうでね、そう、縦も横も斜めもいけるから、なんか、はい、相手を騙す。でさ、4個も並べちゃったら次で止められないから、相手が見えないように縦横斜めの どこかで4つ並べられたら強いかなって感じ。わかりました。よし、相手が見分かりやすいように 3とか4とか並べちゃうとすぐ止められちゃうから、真ん中 OK。 なるべく相手が気づかないように、なんか立って横で待って内緒にしてみんな。待ってそれは予想外。確かに、まあ、見えづらいけどこれ、ソラ先輩もうちょっと左寄ったら隠れるから、ソラ先輩でこうやってってやっといて、隠して。どういうこと？こうやって隠して。祭りの、あ、そっか、祭りの画面だと右下だけど、ソラ先輩だと左。そう意味わかんないのよ。逆ないよ、奥なら。こう、じゃあこうね。こう、はい、これ相手の動きを止めるのに精一杯になっちゃうね。まあそうよね。ここです。じゃあここ。なるほど。止めます。まあそうよね、止めるよね。ここでしょ。バレたやぶなと思った今。やばって黙ってたのにバレた。やばいって思った。これ斜めかって思ってよね。気づきますよと。どうしようかな。一旦ここ止めといて。あ、まあそうよね。終わった。気づかなかった。